で、丸三番。もうね、これが一番大事です。付き合う人書いてください。もうざっくりの人か。成功者と付き合ってください。なりたい人と一緒にいてください。ああ、なりたいって思う人にできるだけ近づいていってください。あ、有名な話ありますね。マクドナルドの藤田伝さんっていう、ね、日本マクドナルドの元社長。もう日本にマクドナルド持ってきたぐらいの超経営者ですよね。で、その人のことが大好きな高校生がいたんですって。もういつかもう本当に藤田さんみたいな大経営者になりたいって言って、ファンレターを書きまくったそうですよ。藤田さんみたいになりたいんですって。僕藤田さんの大ファンなんです。一度お会いできないでしょうか。で、藤田さんレベルになると、そんな手紙いちいち見ないですよ。全部社長秘書室あたりがこう開封して、社長、また高校生から手紙来てました。ああ、そう。嬉しいね。ありがとう。うん、こんな子もいるんだね。ぐらいじゃないですか。ところが、1回で、1分で、5分でいい。会ってもらえませんかっていう手紙を書き続けたんだって、その高校生。で、あんまりにももうね、毎週ぐらい届くもんね。社長、どうしましょう、この高校生。いや、無理だよ。いくらなんでもな、気持ちは嬉しいけど、ちょっと会えねえよな、高校生には。そこをなんとか、お願いします。僕、藤田さんみたいな経営者になるんです。お願いします。書き続けて、藤田社長が、一分だけ会ってあげようかって、ここまで言ってくれてんだもんね、つって。で、本人とこ連絡行ったんですって、会ってもらえるんだ。で、5分間のアポだったそうです。社長室に、藤田さん、やっとお会いできました。ね、でも5分の予定が30分くらいになったらしくて、いろんな話聞きながら、ちょっとこういうのってどうやって考えたらいいですか、こういう時どうしたらいいんでしょうかって、僕はどうやったら藤田さんみたいな経営者になれますかって、いろんなことを聞いて、ほいで、少年満足して、ありがとうございました。いや、これで帰ります。あ、最後に1個だけ質問させてください。僕、藤田さんにも負けないぐらいの、絶対大経営者になるんですけど、仕事何やるか全く決めてないんですけど、何の業界の仕事やったらいいですかね。で、藤田さんに聞いたら、藤田さんが、これからはね、IT の時代だから、IT のこと、ね、情報が絶対命になってくるから、そういう仕事やりな。わかりました。頑張ります。ありがとうございましたって言った、この高校生を、孫正義って言います。ノックし続けたんですよ。会いたいって。だからあの人あんな場所にいるんだよ。焦るイメージですよ。藤田さんが下手すると言ってるかもね。まあ、リップサービスだけど、そんかありがとう。一生友達おろうな。ありがとうね。またおいでよ。藤田伝に言われたらどう？はぁー超上がれるの。あげあげですわ。俺何でもできるってなっちゃうよね。だからそうなったんですよ、あの人。うん。あの人セルフイメージぶっ壊れてる人なんで。ソフトバンクというね、の前身の会社を立ち上げたときに、初の朝礼で、当時スタッフが3人いたそうですけど、みかん箱の上に登って、それでは朝礼を始める。いいか？今からこの俺たちの会社は、将来的には、お豆腐のようにお金を1兆、2兆って数える会社になるんだ。わかったか？今日がその伝説のスタートだって言ったんです。そしたら呆れ返ってこの3人みんな辞めていったそうです。みかん箱の上でちょっと何言ってるかわかんないです。まだ何も始まってねえし、みたいな。いや、この会社長だいぶ気が触れてるわ、つって。みんな辞めちゃったそうですけど。それが今のソフトバンクじゃないですか。日本1位、2位ですよ。そういうことですよね。ここなんですよ、結局。会いに行っちゃってください。これ3番。人脈イメージ。成功者と付き合い。到底会えないである成功者にも、よかったら飛び込んでみてください。本当に会いたい人だったら。会いたいと思ったら会えるんだよ。よく言うんですよね。地球上ってね、7人、知り合いの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 って回すると、世界中ほぼ全員と会えるそうです。人のご縁ってすごいっすよね。うん。先日も言わなかったっけ？皆さんが本気で会いたがってくれたら、僕ともう一人、要は、知り合いの、で、二人返すだけで、クリントン元大統領とか、ブッシュ元大統領、本気で会いたかったらおつなぎできます。うん。あと、僕一人経由すれば、もう、台湾の、世界最高のリーダーである、李登輝元総統って、もう地球上最高のリーダーですけど、おつなぎすることもできます。
アンソニー・ロビンズさん。本気で会いたかったら、一人二人ぐらい返してもらえば、別に繋ぐことはできます。本当に会えるかどうかはもう皆さん次第になっちゃう。皆さん情熱次第。いや、これ別に僕がすごいんじゃなくて、人脈ってそういうことなんで。なんかね、結構みんなすごい自分持ってるんですよ。実は。実は、皆さんの知り合いの知り合いが、あの超有名人の親戚だったりするからね。そう、そういう人いっぱいいるからね、実は本当に。あの人って何？あの人のいとこなの？みたいな。そう。人間のご縁って面白いんで、本気で会いたかったら、なんとかしてでもご縁手繰り寄せて会いに行ってみてください。そして、丸三番の一個ですよね。なりたい姿の人と会ったり、その人のすべてを真似したり、そして会う人のステージを変えていってください。皆さんどう？頭の中で、すごく仲がいい仲間、5人ぐらいちょっと想像してみてください。5、6人。すっごい仲いい人。皆さんって、だいたいその5、6人の平均ぐらいじゃないですか。わかる？なんか見た目も、社会的ステータスも、あるいは年収も、だいたいその平均ぐらい。自分よりも超絶成功者ばっかりと付き合ってるって人いる？あんまいないでしょ？そうなんですよ。自分よりももう超絶収入が低い人ばっかりと付き合ってるし。あんまりないですよ。たまにいるけどね。だいたい類は友を呼ぶっていうぐらいで、皆さんね、平均的になってくるんですよ。付き合う人と。面白いね。っていうことは、付き合う人を変えたり、出会う人を変えると、皆さんステージが勝手に上がっていきます。本当に成功者と付き合ってると成功者になってきます。本当にぜひね、会いに行ってみてください。付き合う人を意識的に変えてください。あなたのセルフイメージを下げてくるような人とかがもし、例えばですよ、親戚とか友達にいるんだったら、もし距離を取れるんだったら取っちゃってください。取れない場合はしょうがないけどね。例えば自分の旦那だとか自分の嫁っていう時はちょっとなかなか難しいと思いますけど、距離を取れるなら取っちゃってください。こんな人生限りあるんですから。たかだか80年、90年しか生きないんだから、そのしょうもない人と付き合ってる時間ないので。で、もししょうもない人、自分のセルフイメージを下げてくるような人と会わざるを得ないんだったら、自分で決めてってください。今日、あの人に、なんて言われても、セルフイメージ下げないぞ。俺は俺なんだ。私は私なんだ。私は素晴らしいんだ。さあ、行くぞ。行ってみてください。人の批判など気にしなくていいです。その人はあなたの超一部しか知らないので。しかも悪い角度から見てるだけなんで。見方変えたらめっちゃいいとこかもしれないし、あなたも。その人があなたのそこを短所として捉えてるだけの話。それはその人の課題なので。ほっといてください。ああ、この人は俺の悪いとこしか見えてないんだ。へえ。それでいいです。そこ俺のいいとこだから。全然それで構いません。セルフイメージを人によって、相手によって下げないでください。自分で高め続けるって決めておいてください。それが大事。そのためにも、付き合う人を変えていくことすごい大事だよねっていうことですね。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。